こんにちは、マキシン鉄道チャンネルです。本日の動画は京王電鉄京王線の連続立体交差事業を取材した動画をお送りいたします。この動画を最後までご覧になっていただけましたら、京王電鉄京王線の笹塚駅から仙川駅間の連続立体交差事業の概要や全面展望と下高井戸駅周辺の状況が分かりますので、ぜひ最後までご覧になっていただければと思います。このチャンネルでは、神奈川県、東京都を中心に鉄道の情報と動画をお送りしております。もしこの動画をご覧になっていただきまして、よかったらいいねやチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではやってまいりましょう。現在、京王電鉄京王線の仙川駅ホームに来ています。ここ仙川駅から先、新宿方面の笹塚駅までが今回の連続立体交差化事業の事業区間となっています。これから区間急行に乗り、笹塚駅を目指していきます。2024年度のトピックスとして、上北沢駅付近の第5工区付近で工事が始まり、ついに全ての工区で工事が始まったことになります。ですので、これからますます京王線が変化していきますので、通勤・通学で京王線を利用されている方々は、日に日に変わっていく姿をご覧になっているのではないでしょうか。まず、事業の概要です。今回の連続立体交差事業は、京王電鉄京王線の笹塚駅から仙川駅間の約 7.2km の区間について、道路と鉄道を連続的に立体交差化する事業により、25カ所の踏切を除去し、合わせて側道を整備するものであります。今回の連続立体交差事業は、東京都が事業主体となり、道路の整備の一環として施行する都市計画事業であります。また、今回の事業により、代田橋駅、京王線の明大前駅、下高井戸駅、桜上水駅、上北沢駅、六花公園駅、千歳烏山駅の8つの駅は高架駅へと変貌していきます。ホーム延長はそれぞれ210メートル、ホーム幅は約2メートルから10メートルになる予定です。今回の事業区間の笹塚駅から仙川駅の間には、先ほどお伝えした8つの駅の他にもう一つ八幡山駅がありますが、すでに高架化されている八幡山駅とその高架橋部分は、基本的にそのまま生かされる予定になっています。今回の連続立体交差化事業の土木工事では、全体の工事区間を8つに分割し、笹塚駅側の地上への取り付け部と代田橋駅付近を第1工区、明大前駅付近を第2工区、下高井戸駅付近を第3工区、桜上水駅付近を第4工区、上北沢駅付近を第5工区、六花公園駅付近を第6工区、千歳烏山駅付近を第7工区、仙川駅側の地上への取り付け部を第8工区としております。京王線の列車が近くを走り、列車を止めずに限られた狭い空間での工事となりますので、難易度が高い工事となっています。今回の連続立体交差事業で4つの効果があります。1つ目の効果は交通の円滑化です。笹塚駅から仙川駅間にある25カ所の踏切がなくなり、交通渋滞が解消されます。2つ目の効果は安全性の向上です。踏切事故がなくなり、道路と鉄道それぞれの安全性が向上します。3つ目の効果は地域の発展です。鉄道により分断されていた地域の一体化が図られ、都市計画道路や駅前広場などが整備され、鉄道と路線バスなどの交通機関相互の乗り継ぎが円滑になるなど、地域の発展に寄与する予定になっています。最後に4つ目の効果は利便性の向上です。各駅にエレベーター、エスカレーターを設置することにより、誰もが快適に利用できる駅となります。今回の事業区間であります笹塚駅から仙川駅間にある25カ所の踏切は、すべてがいわゆる開かずの踏切となっています。ある調査によると、ピーク時には25カ所すべてが1時間あたり40分以上遮断されており、50分以上遮断されている踏切も20カ所あるとのことでした。これは他の路線と比べても京王線の開かずの踏切は多くあり、2016年4月に施行された改正踏切移動改良促進法に基づいて国土交通省が指定した全国57カ所の改良すべき踏切のうち、開かずの踏切が理由となっているのは東京都内で27カ所ありまして、実にそのうちの25カ所が京王線に存在していたというから驚きであります。今回の基本的な工事順序を確認してみると、まず仮囲いの設置や重機の乗り入れに備えた整備などを行うヤード整備が行われ、土留め杭の設置、基礎構の構築、高架橋構築を経て下り線の高架線の完成となります。そして下り線を高架に切り替えた後に、今ある下り線を撤去した箇所に上り線の高架を作っていく形となります。ですので現在上り線にて新宿方面にて向かっていますので、正面向かって右側の線路である下り線に高架が先に施工されている形となっています。まもなく笹塚駅に到着します。笹塚駅のホームから代田橋駅方面を見ています。これから先の土木工事は、笹塚駅側の地上への取り付け部と代田橋駅付近の第一工区で、これからどのように高架へ接続されていくのかが楽しみでもあります。この後下高井戸駅周辺を確認した動画に移ります。現在下高井戸駅の東側にある明大前4号踏切にやってきました。この周辺は第3工区となっていて、下高井戸駅は現在のホームの直上に高架が構築される予定です。ですので、駅のホームの南側の側道からは工事の様子を確認することができました。現在はホームの下に基礎工などの建設が行われている模様です。このためホームの一部が仮設化されているほか、仮囲いがされてホームが一部狭くなっている箇所がありました。また駅周辺の側道の脇の建設予定地周辺にはこのような表記が記されていました。京王線沿線の方々、普段ご利用されている方々のご協力あっての連続立体交差事業であることを改めて気づかされました。さて、いかがだったでしょうか。本日の動画は全面展望と下高井戸駅周辺を中心に京王電鉄京王線連続立体交差化事業を取材した動画をお伝えさせていただきました。このチャンネルでは神奈川県、東京都を中心に鉄道の情報と動画をお送りしております。もしこの動画をご覧になっていただきましてよかったらいいねやチャンネル登録をよろしくお願いいたします。またこの京王線の連続立体交差事業については随時動画に収めていきたいと思っておりますので、気になる方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。本日は最後までご覧になっていただきありがとうございました。また次の動画でお会いできればと思っております。ありがとうございます。失礼いたします。